地が崩落して奈落へ。危ないところでしたね。ああ、だがこれでもう人間どもも追ってこれないだろう。おい、シルバー、セビク、リリア、バウル、クリム、監督生、卵様はご無事か。さっきの地震で岩が転げ落ちてきて危ねえところだったけど、俺様と子分が守ってやったんだぞ。感謝しろ。貴様らにしてはなかなかの働きじゃないか。褒めてやろう。相変わらず偉そうなやつなんだぞ。ところでセベク、おめえなんか別れた時と服が違くねえか。気づいたかグリム。見ろこの素晴らしい装備を。バウル様に認められ特別に王宮近衛兵の装備を賜ったのだ。夜の森のような深い緑、そして肩には茨の国の門。なんと素晴らしい衣装か。やけに静かだな。おい、聞いているのかグリム。ってすごく遠くにいる。チンタラしてると置いていくんだぞセベク。こら貴様ら、せっかくこの装備の素晴らしさを語っていたというのに。待て、ちゃんと僕の話を聞け。あの山のそばで暮らしていたが、こうして登るのは初めてだ。すさまじい霊気、手足が凍えて力が入らない。それにあちこちから刃物のように尖った岩が突き出していて、まるで山が俺たちを拒んでいるかのようだ。寒いのかシルバー。それにお前も。しょうがねえな、二人でこれでも羽織ってろ。いえ平気です。バンルージュ殿こそ体を冷やしては傷に触ります。傷が感知したわけじゃないが、この山に充満する魔力は俺たちに力を与えてくれる。俺は寒くねえから気にするな。こんなところでお前らにぶっ倒れられると面倒だ。ではお言葉に甘えて。過剰な魔力ってのはお前らにとって毒になりうるのかもしれねえな。右大将殿、前方をご覧ください。あの者たちは黒輪城使いの近衛兵か。そうか、女王陛下の命令で全近衛兵が緑ヶ原へ。どうかどうかマレノア様を頼む。その上着や薬を僕たちに。受け取れません。皆様はこれから戦いに赴かれるというのに。恩に着る、必ずやお世継ぎの卵を黒輪城に届けよう。夜の祝福あれ。竜の都が見えてきた。やっとここまでたどり着いた。黒輪城まであと一歩だ。黒輪城に卵を届けたら緑ヶ原に戻れる。さっきよりもでけえ地震なんだぞ。一箇所に固まれ。魔法障壁を張る。収まったでしょうか。どうやらそのようだ、うん、今来た道が崩れた岩で塞がってしまった。次の崩落があるかもしれない。先を急ぎましょう。
ついにたどり着いたぞ、黒輪城に。俺のことはいい。卵、この卵王城まで急いで妖蘭の塔の準備をマレフィシア様に伝えてくれ。早く。右大将殿、誰か医者を呼べ。すぐに治療の準備を。医者なんぞいらねえ。勅命は果たした。俺はすぐに緑ヶ原に戻って。何をバカな。そんな体で戦場に戻るなど無謀が過ぎます。なんだ、急に東の空が明るく。そんな、まさかこの光は。魔女め、あれほどの攻撃を受けてまだ戦える力が残っているのか。空を覆う邪悪な魔力に逃げ道を塞ぐ漆黒の茨、まさに悪の支配者のなせる技。集まった同志たちもどれだけやられたかわからん。あんな怪物と共存などできるわけがない。絶対にここで奴を倒すぞ。私たちはどこで道を間違えてしまったのだろう。もっとお互いを知り歩み寄れれば共に生きる未来もあったかもしれない。だが私たちはその道を選べず、お互い傷つけ合い、たくさんの仲間を失い、もう引き返せないところまで来てしまった。許してくれとは言わない。夢見ることを許してほしい。妖精と人間、それだけではなく全ての種族が笑い合える世界、それがいつか夢ではなく現実になる日を。守護妖精よ、我に力を。守護妖精よ、まだ倒れるな。まだだ。これならどうだ。まだだ。夜明けの光よ、闇を照らせ。まだ倒れるな。これならどうだ。まだだ。平和のために。まだだ。まだ倒れるな。まだだ。覚悟を見せてみろ。まだだ。まだ来るか。やるしかないのか。まだだ。まだ来るか。まだだ。まだ倒れるな。まだ倒れるな。まだだ。覚悟を見せてみろ。まだだ。あとは私に任せろ。私は戦うしかないんだ。
嵐が止んだ。暗雲が消えていく。夜明けだ。バンデューシュの、まさかそんなバカな、こんなことが。バウル様、どうなさったのです。マレノア様の魔力が消滅した。マレノア、マレノア、俺にもっと力があれば無理やりにでもお前を黒輪城に連れ帰ったのに。なんで、どうして。レバン、お前との約束も、俺は、俺は